リア？あのね、実は助けてほしいの。父さんがいないのよ。ちゃんの他のオフィスも探してみたけど見つからなくて。それで？スクラップ場を探してみたの。でも身動きが取れなくなっちゃって。なんだって？必死だったの。父さんなのよ、チェイス。ちゃんに見つかったらどうする？大丈夫、うまく隠れてるから。はあ、おい、カーテンの影から足が見えてるぞ。誰だお前は？助けて。ナタリア、どうした？エリー、頼む、所長に内緒で手を貸してくれ。どうしたの？ナタリアがちゃんのスクラップ場にいる。救出に応援が必要だ。ナタリア・コワルスキー？どういうこと？訳ありでね、協力してくれ。わかった。所長の雷なんて全く気にしない警察官を二人知ってる。スクラップ場の外で落ち合うように伝えとくわ。変装道具も持たせとく。ちゃんにあなただとバレたらまずいでしょ。オンに切るよ、エリー。なんとお礼を言ったらいいか。あー、派手にやっちゃったな。大丈夫だといいが。前方不注意だ。応援はどこにいる？もうついてるはずなのに。よう、チェイス。よし、スタッドスキーとクラッチのお出ました。囚われの姫君は？クラッチ、スタッドスキー、助かるよ。ナタリアはちゃんのスクラップ場だ。ギャングは何人か所長が逮捕したが、まだまだ大勢いる。変装道具は持ってきたか？用意したぜ。はは、完璧だな、スタッドスキー。本当か？ダチに借りてきたんだ。とにかく空気の読めないやつでな。じゃあ姫を救いに行こうぜ。よし。こいつは脱がないとダメだな。おい、あの二人、奴らはデカだ。おい、お前はボスに知らせろ。こっそり近づくって選択肢はなくなったみたいだな。用意はいいか？とっくにオーケーだ。で、何の用意？急いでナタリアを助け出すんだ。ちゃんのことだ。口を割らせるために何をするか。アイスを与えるとか？餌で釣るような玉じゃないだろ。違うって。キンキンに冷えたアイス食うと頭が痛くなるだろう。そんなんで脅されたら俺は何でも喋っちまう。特にミントチョコなら。ああ、それかソーダをガブ飲みさせてるかも。レディは人前でゲップできないから腹がパンパンになっちまう。俺のお袋は平気でするぜ。お前のお袋さんはレディじゃない。確かにな。そうだ、こんな手もある。やつら、もういい。そんな話をしても始まらない。
し、いいぞ。もう少し燃料管があれば発電機を動かせそうだ。感じだ。スーパービルドはかなりブロックがいるな。じゃないか。これぞまさにコンパクトカーだな。そうだ、これでガラクタの山に登れるぞ。可愛がられるのが好きな犬とは限らないぞ。どれだけ冷蔵スペースが必要なんだ。Thank you.
ワンちゃん、おいでおいで。危なかったな。いいか、スクラップ場は遊ぶと危険な場所だ。分かったな。粉砕機によろしくな。なんて微妙な矢印だ。彼女を作られるのは苦手か？なんだって？苦手なのか？以前俺が強盗に遭った時、くすぐられてカードの暗証番号を教えしまったことがある。脅されたって言ってたろうに。ああ、もっとくすぐるぞって。そんなにくすぐったがり屋なのか？妙な考え起こすなよ、クラッチ。第一、お前はもう俺の暗証番号を知ってるだろ。まだ誕生日の数字に知ってるのか？いや、双子の妹の誕生日に変えたよ。うん。
エンジンオイルの交換も怪しい俺にしては上出来だ。スクラップ製のテレポーター？ワープしたらハエに変わってたなんてごめんだぞ。また悪党どもか。少なくとも頭が逆になったりはしてないようだな。もう少し頑張れ。今行くぞ。すぐに下ろしてやるとも。ようやくね。あ、そのありがとうって意味よ。そっと下ろすボタンを見つけるだけだ。ああ、違ったか。アイスを無理に食べさせられて。いいな、スタントスキー。社長が来ないうちにトンズラするぞ。待てな、チョイス。オンに切るよ。これ以上深入りするな、ナタリア。お父さんは見つける、約束する。君を傷つけたくない。そう、分かったわ。もう無茶するな。分かってる。おい、今のはなしでお願い。